ソメイヨシノ、ソメイヨシノ、ソメイヨシノ、革命、セレス,スイエデンシスマサム、アンド、鈴木、ソメイヨシノは、江戸悲願系の桜、桜と、日本固有種の大島桜の雑種の後輩で生まれた、日本産の園芸品種の桜。遺伝子研究の結果、1995年に、ソメイヨシノは、江戸悲願と大島桜の雑種が交雑してできた、単一の木を主とするクローンであることが、 明らかにされた。日本では、桜は固有種を含んだ従類の基本の野生種をもとに、これらの品種を合わせて100種以上の自生種がある。さらに、これらから育成された園芸品種が200種以上あり、分類によっては600種とも言われる品種が確認されている。これら他品種の桜のうち、ソメイオシノは江戸時代後期に開発され、 昭和の高度経済成長期にかけて全国で多く植えられた。このため今日では、気象庁が桜の開花、満開を判断する、標本、僕とされる、沖縄県全域と、鹿児島県や北海道の一部を除くなど、現代の観賞用の桜の代表種となっている。ソメイヨシノに限らず、桜の俗名は、プラニス、和名では、桜族、スモモ族ともとする分類と、 セレスス、桜族とするものがある。日本では全社、分けても桜族とするものが多かったが、近年は後者が増えてきている。しかしセレススとすることで決着したわけではない。海外では、現在もプラニスに分類するのが主流である。ソメイヨシノの学名が、園芸品種名のソメイヨシノの記述がなしで、単に C、もしくは P、 イエデンシスと表記されることがある。しかし、C、もしくは P、イエデンシスは、江戸ガンと大島桜の間の雑種の桜のすべてを表す名前であり、例えば、アメリカ、米国名、アケボノという品種の桜の学名は、ルニス X エデンシスアケボノである。ソメイヨシノは、江戸ガンと大島桜の雑種が交雑して生まれた桜の中から、 特徴のある特定の一本を選び抜いて、継ぎ木で増やしていった苦労であることから、ソメイヨシノを特定して記述する場合には、園芸品種名を付けて記載することが望ましい。江戸時代末期から明治初期に江戸のソメイ村に集落を作っていた造園師や植木職人たちによって育成された。はじめ、桜の名所として古来名高く、 西行法師の和歌にもたびたび読まれた、山との吉野山、奈良県山学部にちなんで、吉野、吉野桜として売られ、広まったが、富士のより命による、上野公園の桜の調査によって、山桜とは異なる、種の桜であることがわかり、1900年、この名称では、吉野山に多い山桜と混同される恐れがあ、このため、日本園芸雑誌において、染井村の名を取り、 ソメイヨシノと命名したという。翌年、1901年、松村つとむさんが、学名、プルヌスエドエンシスをつけた。樹形は横に大きく広がる傘状。花弁は5枚で葉が出る前に花が開き、満開となる。開花期は、九州、四国地方で3月下旬頃。褐色は、つぼみでは、学頭も含めて、濃い赤に見えるが、咲き始めは、淡紅色で。 満開になると白色に近づく。原種の一方である、江戸被害系統と同じく満開時には花だけが密生して、樹体全体を覆うが、江戸被害よりも花が大きく、派手である。江戸被害系統の花が葉より先に咲く性質と、大島桜の大きくて整った花型を合わせ持った品種である。学頭は紅色で、壺のような形をしている。 樹高はおおよそ10から15メートル、若い木から花を咲かすために非常によく植えられている。実サクランボは小さく、わずかに甘みもあるが、苦味と酸味が強いため、食用には向かない。ソメイヨシノのゲノム構成は、ヘテロ接合性が高く、ソメイヨシノに欠実した種子では、同じゲノム構成の品種にはならない。各地にある木は、すべて人の手で継ぎ木などで増やしたものである。 自家不和合性が強い品種である。よって、ソメイヨシノ同士では結実するものの種子が発芽に至ることはない。不燃性ではない。ただしソメイヨシノ以外の桜との間で交配することは可能であり、身をつけその種子が発芽することもあり、これはソメイヨシノとは別品種になる。ソメイヨシノとその他の品種の桜の未生子孫としては、水玉桜や薄毛大島、昭和桜、 ソメイヨシノの未承種からソメイヨシノに似て、より病害などに抵抗の強い品種を作ろうという試みも存在する。すべてのソメイヨシノは元をたどればかなり限られた数の原木につながり、それらのクローンと言える。これは地域ごとにソメイヨシノが一斉に咲き、 一斉に花を散らす理由になっているが、特定の病気にかかりやすく環境変化に弱い理由ともなっている。森林総合研究所などによる DNA マーカーを用いた研究では、各地から収集されていたソメイヨシノが同一クローンであることが確認された。明治以降、日本では他の桜を圧倒する人気種である。街路樹、河川敷、 公園の植え込みなどに広く用いられている。また、全国の学校の校門近くにも植えられていることが多い。広く植えられている、園芸品種であることから、花見にもよく利用される。葉より先に花が咲き開えかが華やかであることや若木から花を咲かす特性が好まれ、明治以来徐々に広まった。さらに、第二次世界大戦後、若木から花を咲かせるソメイヨシノは、 爆発的な勢いで食され、日本で最も一般的な桜となった。ソメイヨシノは街中では他種より目にする機会が圧倒的に多いことから、以前からその起源についてとともに、下飛行についても、マナ桜屋の間で論争の絶えなかった園芸品種である。ソメイヨシノは多くの人に人気があり、多くの公園などで花見のための木になっている一方で、 ソメイヨシノ一種ばかりが植えられている現状や、ソメイヨシノばかりが桜として取り上げられる情を憂慮する声もある。遺伝子汚染も参照。欧米には1902年に、ザ山と共に渡っている。欧州やアメリカに多くのソメイヨシノが寄贈されており、ワシントンのポトマック川のタイダルベースンで毎年春に行われる全米桜祭りでソメイヨシノが有名である。 現在もほぼ日本全域に植えられている最もポピュラーな桜であり、さらに全ての個体が同一に近い特徴を持ち、その数が非常に多いため、桜の開花予想、桜前線に主に使われるのもソメイヨシノである。ソメイヨシノの起源を探るための様々な遺伝子研究により、ソメイヨシノは江戸被害系統の桜と日本固有種の大島桜、 最新の研究成果によると、正確には、大島桜と山桜の交雑種を、最初の父母とするクローンである、遺伝子解析の結果。これにより最初のソメイ用シのは、意図的解とせざるかは別として、全国から一箇所に集められた。江戸悲願と大島桜が交雑して誕生し、園芸家が継ぎ木、挿し木によって増やしたという説が最も有力であり、江戸時代中期低末期に、 園芸品種として確立したされている。明治初年に樹齢100年に達するソメイヨシノが小石川植物園に植えられていたという記録や、ソメイ村の植木屋の記録にソメイヨシノを作出したという記録が発見されたことから、岩崎文雄らはソメイ村での人工作出を唱えている。現在ではソメイヨシノがソメイ村からヨシノ桜として売り出され、 日本中に広まったことは確認されているが、ソメイで最も成功した植木屋の伊藤伊兵衛正竹の直接的な関連はないとされている。以下にソメイヨシノの遺伝子解析の研究成果を挙げる。1995年には DNA フィンガープリント法で遺伝子の解析が試みられ、ソメイヨシノがクローンであること、遺伝的に江戸悲願と大島桜を親に持つことが明らかとなった。 2007年3月、千葉大学の中村育を、静岡大学の大田聡志などの研究グループは、ソメイヨシノが、小松乙女のような江戸悲願系品種を母親に、大島桜を父親として起源したことを示していると発表した。関連論文。2012年に、千葉大の研究チームは、北関東の江戸悲願が、ソメイヨシノの母親と推定され、小松乙女は、 ソメイヨシノの母親ではなく禁縁に留まることを園芸学会で発表した。これは千葉大学園芸学部の国部直淳や安藤敏夫の研究チームが江戸時代から生えている江戸悲岸系の天然記念物級の古木を青森県から鹿児島県まで523本探して新たに葉緑体 DNA を解析したところソメイヨシノの DNA と一致する古木が群馬県で4本。 栃木県、山梨県、長野県、兵庫県、徳島県の各県で一本ずつ見つかったことを受けてで、ある。また国部は、各地から桜の苗が、染メ村の植木屋に集まり染メ吉野ができた、可能性を話した。今後、細胞核 DNA の S 遺伝子等の解析も、合わせて総合的に判断することで、母親の起源が特定される可能性があるという。 2014年1月に、首都大学東京の研究者らは、DNA フィンガープリント法より精度が高い、核 SSR、シンプル C 意見スリピート法を利用した DNA 解析によって、日本の桜の栽培品種の起源を明らかにし、その中で、ソメイヨシノの交雑割合が、江戸悲願47%、大島桜37%、山桜11%、 その他5%であることを示した。加藤の共同研究者である、勝木敏夫森林総合研究所は、ソメイヨシノの起源として、ソメイヨシノの片方の親は、江戸悲岸もう片方の親は、大島桜と山桜が交雑したものではないと、推測している。つまり、ソメイヨシノイコール、大島桜、山桜、江戸悲岸との推測である。なお、 大島桜と山桜の交雑種は人里でよく見られるので、ソメイヨシノは全くの自然から生まれたものではないとも推測している。2017年1月には森林総合研究所と岡山理科大学の共同研究により、改めてソメイヨシノ等の4種の主観雑種の桜の遺伝情報と学名が整理され、江戸悲願と大島桜を親とするソメイヨノは、江戸悲願と 大山桜を親とする、大桜、永州桜とは異なる種であることが発表され、後述、この詳細は2016年12月にでオンライン、公開された。さらに、2017年に、森林総合研究所と岐阜大学の共同研究によりソメイヨシノは1階の主観交雑による雑種ではなく、より複雑な交雑に由来するとの説が発表された。 深海の桜に見られるように、韓国には日本統治中にソメイヨシノが導入されたが、韓国ではソメイヨシノの正体は韓国固有種の大桜であるとする韓国起源説が主張されている。そのため朝鮮後においても両者を区分せず、どちらもワンボンナムと呼称されている。このため現在においても大桜の名称を作るという名目で韓国内で ソメイヨシノの大量植樹が行われいる。しかし、上記の通り様々な遺伝子解析によって、ソメイヨシノの片親は、日本固有種の大島桜であり、ソメイヨシノと大桜は、遺伝的に異なることが、明らかにされている。2017年には改めて森林総合研究所と、岡山理科大学の池ヶ谷有香が桜の主観雑種について、分類体系を整理し、 韓国最終党の大桜、永州桜は、江戸悲岸と大山桜の主観雑種であり、ソメイヨシノと異なることを明らかにして、新たな大桜の学名、セレッス・ニューデフローラ・ティー・カツキイケタニを確立させて、国際的な周知が行われた。またソメイヨシノは、江戸悲岸と伊豆諸島に固有分布する大島桜との交雑により誕生したことから、 ソメイヨシの韓国起源説は成立しないが、抗義の州の定義では、大島桜は山桜の一種という意見もあり、山桜は四つの編種、通常はそれぞれ独立種とする場合が多いからなり、そのうちの霞桜は朝鮮半島にも分布しているため、韓国で江戸悲願と霞桜を交配したら、ソメイヨシのそっくりという場合も可能性としてはありうるが、 仮に大島桜とか隅桜を同じ種族と仮定しても DNA 解析からソメイヨシノは伊豆諸島産の集団が親であることが確定しているため仮に韓国で作られたソメイヨシノそっくりが存在したとしてもそれはソメイヨシノではない。1916年薬島のウィルソン株にその名を残すアメリカのアーネスト・ヘンリー・ウィルソンによってソメイヨシノは 大島桜と江戸悲岸の自然交雑による雑種であるという説が唱えれた。その後、国立遺伝学研究所の竹中要の後輩実験により、大島桜と江戸悲岸の交雑種の中からソメイヨシノ、およびソメイヨシノに金字の亜種、伊豆ヨシノが得られることが分かり、1965年に発表された。この発表によって、自然交雑説の研究が行われ、 この立場を取る場合、霞桜の当初型で、伊豆半島に多く存在する大島桜の分布、及び、江戸彼岸の分布状況から、伊豆半島付近で発生したとする伊豆半島、発生説が唱えられた。しかし、伊豆半島における調査によれば、大島桜と、江戸彼岸の分布域には、異がある。また、ソメイヨシノの片親の大島桜は、房総半島由来と推定されており、 伊豆半島で自然交雑によって生まれた可能性は否定的である。二十世紀初頭、アメリカの植物学者、アーネスト・ヘンリー・ウィルソンは、ソメイヨシノは、大島桜と江戸悲願の雑種ではなく独立した種で、あるとの説を唱えていた。この説を実験的に検証するため、竹中要博士が様々な交配を行い、その中から広い意味で形質が基本的に、 ソメイ野シノとのない伊豆ヨシノを生み出した。これがソメイ野シノの起源探求の原点にもなっている。現在、ソメイ野シノは大島桜と江戸悲岸系列の桜の交雑種であることが確実となっており、ウィルソンのこの別説が唱えられることはない。ソメイ野シノにも他の桜全般と同様の特徴が見られる。 桜に存在する生物学的弱点はソメイヨシノにも同様である。また、並木などに人為的に集中的に植樹されていることが病害を広げる原因になる場合もある。全個体が単一クローンであるため、突然変異以外に新しい体制を獲得する可能性はない。他の桜よりテングス病に弱い。桜テングソウ病は、 死脳菌に属するタフリナ属の一種タフリーナ、ビスナリーの感染により起こる病気で、その上部では小枝が密生して、いわゆる天狗の巣を作る。さらに、開花時には小さい葉が開くので目障りとなったり、利病部位は数年で枯死したりといった被害を与える。利病した山枝は専門家に切り取ってもらうなどの措置を取る。また、 コフキサルの腰掛けなどの白色不休菌類が繁殖し、利病した病気を切り取らなければならないケースが急増しており、特に公園や街路樹として植えられている木が深刻な状況に陥っている。こうした症状は外からではわからないため、特別な機械を使わないと診断できない。京都府立植物園では2006年頃から衰弱する染めイヨシノが増え、調査のため、 京都府立大学の共同研究員らと弱った木を掘り起こし調査したところ、奈良竹もどきの白い金糸が根を覆っていた。専門家は対策や観察の強化を呼びかけている。2012年、平成24年に初めて中国や朝鮮半島由来の外来種の首やカツやコミキリによる桜の食害が報告されて以来、日本各地で被害報告が相次いでいる。 その被害の深刻さから2018年平成30年1月に首カツやカミキリが環境省より特定外来生物に指定されたこのカミキリは桜に穴を開けて卵を産みつけるがその幼虫が大量発生して木の内部を食い散らかす事態が相次いでおり特に大量に植樹されているソメイヨシノの被害が著しく回復不能なダメージを受けて伐採される事例が 相次いでいる。2017年5月には、首やアや髪切りに対応可能な住友化学の薬剤、ロビンフットの適用範囲が桜にも拡大され、対応策の一例となっている。また、埼玉県環境科学国際センターでは桜へ寄生する首やアや髪切り対策として、薬剤注入やネットによる成虫の拡散防止などの方法を広く公開している。 ソメイヨシノは街路樹として植えられている場合が多いが、これにより根の近くまで舗装されていたり排気ガスにさらされたりしていることで健康に悪影響を与え樹勢を削ぐ。花見に一番使われる木であることも病気の原因といえ、根に近い土壌を過剰に踏みしめられたり、花見客に枝を折られたりすることは健康に悪影響を与えると推測される。近年の地球温暖化や ヒートアイランド現象で、ソメイヨシノが急激な環境の変化についていけていないことが病気の原因になっているという説もある。体型になる木は、理論上は寿命がないと考えられており、山桜や江戸悲岸では数百年の古木になることもある一方で、江戸時代に作出されたソメイヨシノは、野生種に比べて新しく誕生した種であることを割り引いても恒例の木が少ない。 老木の少なさの原因は、はっきりしていないが、ソメイヨシノは、成長が早いので、その分老化も早いという説があるほか、街路樹として多用されているソメイヨシノは、根の周辺まで舗装されていたり、排気ガスなどで痛むことが多く、公園といった、踏み荒らされやすい場所に植樹されているということが多い、ことも、寿命を縮める原因となっているのではないかとの指摘がある。 ソメイヨシノはクローンであるため、すべての株が同一に近い特性を持ち、病気や環境の変化に負ける場合には、多くの株が同じような影響を受け、植樹された時期が同時期ならば、同時期に樹勢の衰えを迎えると考えられている。21世紀に入り、樹勢の衰えが目立つようになったため、戦後に大量に植えられた本種の寿命が到来しつつ、あると危惧されており、 ソメイヨシノ60年寿命説が唱えられることもある。一方、ソメイヨシの,の老木が存在していることも事実である。例えば、青森県の弘前城、弘前公園には1882年に植樹された樹齢130年を超えるソメイヨシのがあり、これは本種の現存する最も古い株であると言われることがあるほか、福島県の海星山公園には1878年、 東京都の小石川植物園には1877年頃に植樹された樹齢約140年の現存する最古のソメイのノと言われる株がある。多摩森林科学園の勝木き夫はこれらをもってソメイヨシの60年寿命説を否定している。また、神奈川県秦野市の小学校には1892年に植樹された樹齢120年を超える2本の木が存在し、 東京都内の木沼公園のソメイヨシノは1935年に植えられ、すでに80年以上が経過している。青森県弘前市では、リンゴの剪定技術をソメイヨシノの剪定管理に応用するなどして、樹勢回復に取り組んだ結果、多くのソメイヨシノの樹勢を回復することに成功している。ただし、紅葉、落葉直後にすぐ剪定することで、C、エのヒ、炭素、 窒素比を変えたり、根回しや土壌交換による細根の発生をもたらすなど管理に留意を要する。木が休眠している冬は若い枝が育ちやすい箇所を選んで剪定を行い、切り口には木汁を混ぜた殺菌剤を塗る。こうした工夫は広前方式と呼ばれている。染ノは極めて多く植えられているため、地域に自生する野生の桜と交雑してしまう。 遺伝子汚染が報告されている。これにより、各地の地域固有の品種の桜の花の形や、耐久性、強肩性などの性質が変わってしまう可能性があり、固有の野生桜が自生する地域に染めイヨシノを植える際には注意が必要であるとされている。公益財団法人日本への会は、桜の名所づくりに適した品種として、 受精が強権で干渉性が高い複数の品種を推奨して配布している。その対象は2019年、平成31年旅は、星の悲願、大量桜、神代明けぼの、舞姫、花鏡、一葉、紅花、寒山の8品種である。従来は、染メイヨシのも、その人気から、 配布対象品種であり、日本へのいだけでも200万本以上の苗木を配布してきたが、蒸気のように天狗草病に弱いため、2005年、平成17年度から苗木の配布を2009年、平成21年度からは販売も中止し、ソメイヨシノから植え替えする場合の代替品種としては、花や開花時期がソメイヨシノと類似している上、 桜類天狗草病にも強い人大アケボノカ、小松乙女への植え替えを推奨している。また成長が早く、大木になりやすいソメイヨシノは、根が浅く広く張り、それに伴って、街路や隣接敷地の舗装を変形させて破壊し、バリアフリーの面で障害となりやすい。大木になりやすい上に樹形が横に広がる傘状のため、狭い街路に、街路樹として植えた場合は、 車道からの見通しや隣接区域への障害になる可能性がある。このため特に都市部では植え替え時にソメイヨシのより小型の人大焼け炎が先行されやすくなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。